はい、えー。皆さんおはようございます。テクニカルアナウンストの森内でございます。今日もテクニカル分析やっていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。はい。今日は、受給プラス、テクニカルプラスイベント、今、マザーズにはお金が来にくいという理由でお話をしていきたいというふうに思っております。やはりマザーズはね、少しね、お金が来にくい状況になってるんですよねっていうところを、改めてね、ちょっといろんなデータで確認を取っていただければというふうに思います。では今日の内容です。まず昨日の振り返りをしっかりとした上で、受給テクニカルイベント、マザーズにお金が来にくい理由とはということをね、しっかりお話をしていきたいというふうに思っております。で今日のバイバイ 株安レングに関し,ましてはボリンジャーバンドを使ってやっていきたいと思いますのでぜひ最後までよろしくお願いいたします。ということでこのチャンネルではこういった最新の情報を取り入れたテクニカル分析をお伝えしております。テクニカル分析はあくまでも事実の確認、トレンドの方向性、トレンドライン移動平均線の向き、位置、価格ロ老ソク足こういったところを皆さんの参考になるようにお伝えできればというふうに思っております。投資はあくまでも自己責任にはなりますが毎朝8時までに動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では見ていきましょう。昨日の振り返りからやっていきましょう。日経平均株価プラスの204。 四十点四五零点九一パーセントのプラスということになりました。ちょっと弱く始まったかなと思ったんですが、かなり底堅い展開になりましたね。しっかりとした陽線で、まあ前日のね実態を全部こう包み込むようなえそういう足ですね。これは力強いローソク足というふうに言えるかというふうに思います。で、まあ値下がりの方が多いんですけども、ソフトバンクグループとか東京エレクトロンとかこういったところが引っ張ってくれるとかなり安心感はあるかなというふうに思います。コロナの新規感染者数、重症患者数確認しておきましょう。四百八十一人、非常に多いですね。で、やっぱ気になるのはと重症患者数。 さらにまた増えました60人というところですので、まあ、こういったところが、ね、今後の国の対策、都の対策ここういったところに影響してくるかなという,ふうに思います。 トピックス行きましょう。プラスの10.58、0.6%のプラスということで、こちらもかなり底堅いという展開になったかなというふうに思います。まずは行きましょう。プラスの4.7ポイント、0.39%のプラスということで、まあ、ほとんど動かなかったんですが、まあ、プラス圏で終えられた5日線ギリギリ超えているっていうところは、まあまあまあ、超えてないか、ギリギリ超えてないかっていうぐらいですかね。えー、まあまあまあというところではあるかなと思いますが、やはりこの三角持ち合いですね。まあ、どちらに抜けるか注目になるかなというふうに思います。はい。で、今日はアメリカ市場が休日、祝日のため、このまま2話に入ってきた とと思いいますががテクニカルイベントマザーズににお金が来にくい理由とはとい。うことで、おお話をしてていいいきたいという,ふうに思っておりますはいでまず、このやっぱりマザーズチャートがですね、すごく弱いっていうのは先ほども見ていただいた通り、日経とかトピックスとかと全然違うチャートなんだよっていうのはね、見ていただいて分かるかというふうに思います。で、やはりそれを見ていく上で重要なのは、まあ、マザーズの売買代金が多いとかね、あとは時価総額シェアが高いとかえ、こういったところを見ていくのがすごく重要かなというふうに思いますので、今後のマザーズを占う上で、ベースとメルカリっていうのをこの後見ていきたいなというふうに思っております。でこれは 信用改ざんが増えた上位銘柄ということで、昨日の日経 c NBC で出てた特集、組まれてたものなんですけども、やっぱりね、ベースの信用改ざんというのはね、すごく増えてきたっていうことがここに載ってるかなというふうに思います。ちょっとガヤガヤしてますが、ご了承ください。はい。で、こちら、あベースの信用改ざんの推移なんですけども、やはりこれを見るとですね、ぐーっと上がってきたと、9月現在からもう倍近くまでね、上がってきて、直近ものすごい上がってますね。信用改造減というところもねえ、見ていただくと一気に増えたというところですので、まあ、それでも上がっていない というところを考えると、このまま下がってしまった時には損切りが多いし、まあ、多少上がってもですね、利益確定が出るというところで、上値が重いし、下がりやすいというところは、この信用改ざんデータから言えることかなというふうに思います。で、さらにチャートを見ますと、チャートが良くないんですよね。この見ていただきたいのはですね、赤いラインですね、下降トレンドラインを引いているんですが、この引き方としては、こことここ高値を取って引く、この下降トレンドラインですね。で、それがこの部分にも効いている、抵抗として効いているってことがわかると思いますし、この後どういうふうに考えられるかと。 というともちろんね1万円を超えてくる可能性というのは十分あるんですけどもその先ですねやはり25日線とトレンドラインが重なってますのでやっぱり傾向としては強いわけですよねこのトレンドラインを見てる人もいれば25日線を見てる人もいて両方が、ね、意識してこう売ってくるかもしれないあとは信用改ざんがね下の方で買った人が多いということは下がったら損切りするし上がってもですね利益確定をするというところでやっぱりすごく多いだろうというところがわかるかと思います はい、でここで考えたいのは順張りと逆張りということですね、これは皆さん、ね、取引するときにぜひ意識をしていただきたいなという,ふうに思うんですが、まあ、順張りというのはトレンドと同じ方向へ取引をすることなので、まあ、長期に持ってていいわけですね、トレンドが上向いてるときに買っていくという方法ですので、まあ、トレンドが上向いている限りはずっと持っていてですね、て、そのトレンドが、ね、続いていく限りはその上昇に乗っていこうという投資法になります。一方方でででで下のの買買っっってててているる人逆逆張りななんすすね、まあ、ここれれを意識しかとともも言えないですけどもこれはトレンドと逆の方向へ ということですので、まあこれ短期が前提なんですよね。な、え、ぜ、ー、かというと下に。 移動平均線や、まあ、トレンドラインの基本ということで書いてありますけども、まあ基本的に株価が線の上にいれば線がサポートしてくれるというところで、これは順張りの時に使えるね、考え方だと思うんですね。線がサポートしてくれるので線が割れるまではずっと持ち続けていた方が、で、上昇の分を気を取れる、えー、ということなんですけども、株価が線の下にいれば線がレジスタンスしてしまうということなので、まあ、ベースみたいにグッと下がったところで買うのは全然ありなんですけども、それっていうのはやっぱり線がレジスタンスになっちゃうっていうのが、まあ、前提で立ってるということは、まあ、25日線とかトレンドラインとかそこまで戻ってきたら売るということです。 ことになると思いますので、まあ、そうなってしまうとですね、順逆張りで入っているのに順張りのような方法でやってしまうとなかなかうまくいかないっていうところをね、ぜひ押さえといていただいた方がいいかなというふうに思いました。はい、でこちらメルカリのチャートですね。メルカリの場合にはね、チャートから先に行きたいと思うんですけども、このチャートもねなかなかクセもののチャートだなというふうに思うんですよね。なかなか上がりにくい状況が作られちゃったなというふうに感じるんですが、まあベース同様ですね。先ほどと見ていただいた通りこことここに下降トレンドラインを引けるわけなんで、まあその先でねやっぱりこう抵抗してるなっていうことがわかるかと思います。 ここですね。25日線もあって、トレンドラインもあって、ということになります。加えて、今これ青い線引いてると思うんですけど、この青い線って一体何かというとですね、まあこういったところでね、もう何度もこうサポートしてる、そういう線なわけですね。で、サポートしてる線がこうグッと下に割り込んでしまうと、これレジスタンスになってしまうということなので、今この青い線もですね、抵抗にこう加わってるような感じになってます。で、ペースは加工トレンドラインと25日線だったんですけども、メルカリに関しましてはこのね、水平線ですね。水平線も加わって、えこれが、えー yeah 抵抗性、ね、レベルライン、水平線になってますけども、この3本があるんで、まあ、全部意識してる人たちが一斉にこれを売りを仕掛けてくるというところで考えますと、やっぱりここはワネは相当重そうだってことがわかるかと思います。はい。で、さらにこの受給のデータを見ますと、信用倍率がまたぐっとね、メルカリの場合には上がってきてるんですよね。信用倍率というのは、信用改ざんある信用売り算で、信用改ざんの方が多いということですから、まあ、これは同じですよね。えー、信用改ざんが多いということは、上がった時に利益確定が起こりやすい。 し下がった時にはね損切りが起こりやすいという状況ですので、まあこの5倍っていうのは結構メルカリ。今までずっとね0月ぐらいまでやっぱり上昇のマザーズの上昇を作っていた時にはね。この倍率が低かったわけなんですけども、上がっているということは残念ながら上がりにくいし、少し下がりやすいっていうところは。もうデータから明らかになっているっていうところをね、ぜひ押さえておいていただきたいかなというふうに思います。はい、で、その他マザーズにお金が向きにくい理由、迎えにくい理由なんですけども。NTT ドコモの上場廃止ですね、これはおそらく今日明日。 ぐらいいに来るんじゃないで、しょうかえ上場にになることによってですね,、えーかかねえー、NTT ドコモに投資していた人たちの、ね、株主の方にお金が行く、いったものに関しましては再投資に回るっていうことなんですけども、おそらくこれまずーズ全く関係ない話でございますね。えー、なので、まあ、その再投資目当てで、えー、向かう投資資金っていうのは、投資を一部の方に向かうだろうということになっております。あとは配当金の再投資っていうのがね、今すごく注目をされていて、これもね、日経とかトピックスの、まあ、支える要因の一つになるんですけども、まずはズはどうでしょうかっていう 上位10メ柄の中で唯一1銘柄だけですよラックスだけですしかも0.07%ぐらいの配当利回りですからこの配当金の再投資っていうのはほぼ期待できないというところがマザーズには言えるかと思いますそして先日動画で作りましたけども年末までの IPO ラッシュですねこれは相当マザーズに偏ってます IPO のラッシュがあるっていうことはマザーズねこ,こ,こっちに資金が行ってしまうとこっちに資金が行ってしまうと今のねマザーズの既存株からお金が逃げるっていうことになりますしあとは指数には組み入れられてるわけではない で、いくら IPO の株が上がったとしてもですね、マザーズ指数は下がる可能性があるということでございます。で、あとは、これねえ、個別でぜひ皆さん見ていただきたいんですが、東証一部銘柄の信用倍率ですね、まあ、ファーストリテイリングであるとか、東京エレクトロンとかね、まあ、こういったところって信用倍率まだ1倍割れてますし、あとは逆秘部なんかもついてるんですよね。全く今、このマザーズ、今日はメルカリ見ましたし、ベース見ましたけども、全然信用倍率とか、この受給状況が全然違うんですよね。まあ、それを考えると、そのデータだけ見てもですね、やっぱりマザーズは今買いじゃないよな ファーストリテイリングとか、ファナックとか、東京エレクトロンとか、そういったところを買った方が、まあ確率は高いよなってことは、もう誰が見ても明らかになってるという状態でございます。で、あとは引き続き日銀買いが起こっているんですけども、これは一切マザーズには関係ないというところですよね。まあこういったところを考えますと、東証一部トピックス、こういった日経平均、こういったところにはお金を向かう理由がはっきりとしてるんですが、マザーズに来る理由っていうのがなかなかないんですよね。まあこれを考えるとですよ、2の動画のまとめになりますけども、今ね、ベースが受給とテクニカル でちょっとと抵抗が強そうだとメルカリもトレンドラインと水平線と25日線で抵抗が強そうだとあとはその他イベント配当金再投資などマザーズ以外にお金を向かう理由がえ多いわけですよねそう考えますとやっぱりマザーズにお金が来にくいっていう状況が、まあ、今のところは続いているのかなというふうに思います、まあ、こういったところが改善されるかされないか今後注目をしていただければと思います はい。では、指数の今後の売買戦略見ていきたいと思います。今日はね、ボリンジャーバンドを使ってやっていきましょう。で、今日は楽天証券のマーケットスピードのチャートね、ちょっとこう背景が白いとちょっとね、また見方が違うかなというふうに思いますので、えこれで見ていきたいというふうに思っております。で、今のところの CME の日経先物見ますと、26,470円。まあ、ほぼほぼこれもね、横ばいぐらいで始まるのかなというところでございます。はい。 でえ、一応、この、ボリンジャーバンド、トレーディングビューだと、プラスマイナス2シグマしかちょっと表示ができないというところだったので、プラス1シグマですね、ここを割れるか割れないかっていうところに注目をしていただきたいかなと思います。で、これが25,774円ですので、ここを割らない限りは、まあまあまあトレンドが維持されやすいかなというふうに思いますので、ひとまずはこのラインを意識しておいていただけるといいかなと思います。はい、トピックス行きましょう。トピックスにも同様で、プラス1シグマを維持できるか、1735ポイントということになっております。で、まー,ーズだけやっぱり特殊 でまあこのまずは三角持ち合いですね。えー、ここをどちらにブレイクするのかというところと、まあ今後ですね、えー、どちらの西グマをブレイクするのか。まあ今のところちょっと下に行きそうかなという感じはするんですが、まあその西グマをブレイクした時にはやはりマザーズからねお金がまたぐっと逃げるというところですのでここは注意をしてみていただきたいかなと思います。えー、ニューヨークダウン行きましょう。ニューヨークダウに関しましては今ねこうぐーっと徐々に徐々にね、えー、このバンド幅が広がってきているところですので、まあプラス一シグマ二万九千七百二ドル。えー、ここを維持できるか注目をしていただければと思います。ナザックに関しましては、えー、プラス。 2シグマを維持で,維持できるか、まあ、超えてくるかですねごめんなとい,いうところなんですが1万2272ドルここを超えてくると NASAC はかなりまたしっかりとしたトレンドに入るかなと思います一方で下の方はプラス1シグマを維持できるかですね。11, えー、ポイントですね。えー、ドルじゃないですね。ポイントですね。失礼しました。えー、なんですが、えー、この二つの値を意識しておいていただければと思います。はい。では今日の動画のまとめになっております。まずは主要産指数小幅上昇。これ日本の話ですね。まあ、比較的底堅い転い展開だったかなというふうには思います。はい。で、今日は、マザーズの話をしましたが、デイズの信用改ざんプラステクニカル、メルカリの信用倍率プラステクニカルで、あとはその他イベント。まあ、たくさん見ていきましたね。たくさん見ていきましたが、どう見てもですね、マザーズには今お金が来にくい状況にあるということをぜひ押さえておいてください。 ボリンジャーバンドで見ていきましたが、まあ、主要3指数、3指数マザーズ以外ですかね、えー、ボリンジャーバンドのプラス1シグマを維持できるかというところが、ねえー、まずは注目ポイントになるかと思いますのでこちら注目をしていただければと思いまますははいでは今日またお知らせになります。 明日ですね、11月28日、20時から21時半、ストリートアカデミーで募集をしております、心に残る方、話し方講座初級編ですね。おかげさまで徐々に申し込み人数が増えております。ありがとうございます。ぜひまだね、受け付けておりますので、気になる方は概要欄を見てみてください。 では今日も最後にです、ね、おすすめ書籍を紹介したいと思っておりますおすすめ書籍こちらジャックさんのカンニング投資術でございます、ね、ちょっと、ね、うまくいかないなと思った方はこういう本を、ね、読んでみるとすごく面白いと思いますで心に響くフレーズなんですけども時間をかけて勉強しても結果に結びつかないだったら自分で勉強するより成績トップクラスの人イコール大儲けしている人の真似つまりカンニングをしてしまおうという発想なのですという、ね、この本を書いたコンセプト最初の本に、ね、書いてあることなんですけどもな,なるほどなと、ね、カンニングしても別に、ね、合法的なものでは何でも問題ないというと ところですので、で、そのカンニング先っていうのがどういうことかっていうと、まあ、Twitter とか Yahoo 掲示板とかブログとか有料メールも上がるとかあとは裏技とかねまあこういったところも踏まえてこうねこう ぐちに、なんかやっぱ儲けやすいところ、儲けやすい情報っていうのを、えー、紹介してくれてる本ですので、よかったらね、見てみていただくといいと思います。まあ、オーディブルが残念ながらこれないので、Kindle とかでもね、十分いいと思うんですけど、Kindle って今すごくキャンペーンをやってるみたいで、えー、月990円,99円が99円かな。めちゃくちゃ安いんですよね。めちゃくちゃ安いので、まあ、年末は僕、k i キンドルアンリミテッドで投資本めちゃくちゃ読みまくろうかなと思ってるんですけど、よかったらですね、こちらのリンクも貼っておきますので、見てみてください。ということで、今日はこんな感じで終わっていきたいというふうに思っております。今日の中でも少しでも参考になるところが